怖。誰かの声に呼ばれた気がしたんだけど。レイン。フィーナ、君も来てたのか。うん、気づいたらここに。でもここどこだろう。こんなに正気が満ちた場所は見たことがないな。嫌な感じがするね。ここはどこだ。助けを求める声に応えようとしたら突然ここに。モントよ、そなたもか。わらわも確かに聞いたぞ。マジュリー、君も一緒なのか。心強かろう。このような見知らぬ禍々しい土地では特にな。あ、君たちはどこから来たんだ。他にも人がいたんだ。私たちもついさっきここに現れたんだよ。そうだったのか。僕はリオニスのモントだ。こちらはホルンのマシュリ。リオニス？ホルン？ああ、聞いたことのない国だな。わらわのことを知らぬか。そなたらこそ何者だ。ああ、名乗るのが遅れたな。俺はレイン、グランシェルトの騎士だ。私はフィーナ、よろしくお願いします。グランシェルト、知らない土地だ。そうか、もしかしたら全く別の世界から、あるいは別の時代からここに呼び寄せられたのかもしれないな。モントたちも助けてって声を聞いたんだよね。うん、確かに聞いた。だけど一体誰のものなのか。あなたは光の意志？ビジョン？僕やマシュリーがビジョンだって言うのか。そうか、僕の知っているビジョンとは少し違うけど。まさか自分がビジョンになるなんて、なんていうか不思議な感覚だ。先ほどフィーナが光の意志と呼んだが、そなたは何者だ。それで俺たちに助けを求めたってわけか。脅威の正体とは一体。そんな、それだけ危険な存在なの。それならすぐにそのモルボルを倒しに向かおう。ああ、この地にとどまらず他の世界にも影響が出るというなら、ますますこのままにはしておけない。元凶のモルボルは2体。わらわとモント、レインとフィーナで二手に分かれるのがよかろう。うん、危ない目にあったらすぐに呼んでね。危ない目か。このモント、
頼りなく映るであろうが、こう見えてなかなか骨のある男だ。マシュリー。それにわらわも一緒だからな。心配は無用。そなたらこそ十分に気をつけられよ。マシリーはモントのこと信じてるんだね。二人はすごくいいコンビみたい。私たちも負けてられないね、レイン。そうだな。俺たちも力を合わせてモルボル討伐と行こうぜ。二人の無事と勝利を祈っているよ。では行こう。邪魔者はすぐに取れるかな。誰するよ。ダメよ。お役に立っちゃうぞ。この場を支配しましょう。計算通りです。準備はできている。狙い通り戦闘を開始する。さあ行こうか。すまないね。この角度